電気ドリル電気ドリルによる組み立て内部構造電気ドリルとは穴開けが主目的の電動工具である。モーターと減速機ドリルチャックからなりジスク9605では携帯電気ドリルとなっている。名称は動力の電気と穴開け工具のドリルを合成した属称が正式名になったもの。機能的にはボール板を携帯化したものである。 現在では機械本体も絶縁体で構成された二重絶縁の機種が主流である。携帯用電動工具としては一番普及しているものであり、電動ドリルまたは単に電ドリ、電ドル、ドリルとも呼ばれる。世界最初の電気ドリルはアーサー・ジェームス・ワーノットとウィリアム・ブランチ・ブレーンが1889年にオーストラリア・メルボルンで発明している。 携帯式電気ドリルは1895年にファインのビルヘルムファインがドイツシュトゥットガルトで発明。世界初のピストルグリップとハンドルに取り付けられているトリガースイッチ付き電気ドリルは1916年にブラックデッカー社が開発、商品化している。トリガースイッチの特許は1917年に特許登録となる。日本で 電気ドリルを最初に開発、販売したのは芝浦製作所である。1935年に国産第1号を発売している。電気ドリルは、発明された当時はドリルを取り付け正方向に回転させて木材や金属に穴を開ける専用の電動工具であった。その後いろいろな機能が本体に追加され、先端に取り付ける工具も豊富になって、 作業範囲が広がった。そのことにより穴開け、締め付けた夢、研磨、検索等の各種作業が可能となり、名称も、機能性能を、追加表示する各種電気ドリルとなった。各種先端工具が、ドリルメーカーや先端工具専門メーカーから出ている。二重絶縁マーク、オーストラリアン、ディクショナリーオブバイオグラフィーオーストラリアンサイエンス。 ハットアーサー・ジェームズ・アーノット・ハット、C ・シー &E ・ファイン・ GMBH 歴史、US パテント1245860、ブラックデッカー・エレクトリカリー・ドリブンツール、登録1917.1106、ワイヤード・マガジン、ハット・アバウト・ブラック。アンドデッカー・東芝電動工具の歴史、株式会社芝浦製作所国立国会図書館、所蔵写真。 宮崎努工具&、ガレージライフボリューム 2P44&P45、2012年2月1日発行、カッサソー出版社ミルウーキーホームページ、ボッシュ電動工具の歴史ミルウォーキーの歴史、イコヤ店主の材料のート KPT 君の豆知識、ツールズな道具大全1997年8月30日発行、60&61 ページ。美術出版社、 ツールズナウ道具大前1997年8月30日発行56ページ。美術出版社電気製品認証協議会。S マークの意味。ボッシュ電動工具の歴史。電気用品安全法施行規則。E-GAB 2019年12月29日閲覧。ありがとうございます。